おはようございます、パーカーです。今日はね、用事があるんでまず外に出てきました。てかね、もう大学すでに始まっちゃってるんですよ。始まるの早すぎだろうって、まあ嘆いても仕方ないんで動画撮っていきます。まずはね、本屋さんに用があるんでやってきました。僕ね、本屋がめちゃくちゃに好きで、買うつもりなくてもね、しょっちゅう来るくらい迷惑客なんですけれども、たまに自分の本あるのかなとか思ってね、調査しに来たりします。で、ここにね、ありがたいことに平積みされてました。ただね、なぜかこれ定規が逆向きになってるんですよ、僕の本だけ。まあね、わざとじゃないと思うからね、この自分で直しときます。と思ったらね、2枚目もなぜか逆。これもしかしたらね、全部僕の本逆向きに置いてかれてるのかもしれないっていう恐怖感とともにね、3枚目ちょっと恐る恐るめぐってみたんですけど、あー、もうこれ完全にやられちゃってましたね。道理でね、面白いのに最近ちょっと売れ行きがね、怪しくなってきたと思ったらね、これが原因だったみたいですね。ちゃんとね、自分で直しときました。はい、ちょっとね、気を取り直して本屋巡り再開します。僕が用事があるのは、この韓国語コーナーなんですよ。最近韓国ドラマにハマってて、見てるうちにね、俺単語とかすごい勉強になるなと思ってね、せっかくだったらその単語帳とか一冊買ってみようと思って、この聞く単っていうのがね、すごくいいらしいんで、ちょっと買いに行きました。ただね、これなぜか中級編とかばっかで、僕入門編買いに来たんですけど、入門編が置いてないんですよ。最初は誰も彼もが入門編だろうと思ってね、このレベルの高さにね、苛まれています。と思ったらね、なぜかこんなぶっ飛んだところに入門編だけ隔離されてました。いや、こんなとこ誰が探し出せるんだっていうね、ここにいるんですけど。今僕は病院にね、向かっております。まあ別になんか病気になってるというわけではないんですけれども、皮膚科にね、ちょっと行かなくちゃいけなくて、というのもね、結構コメントとかでもバレてるんですけど、なんかこの辺にね、めちゃくちゃでかいニキビが最近発生してて、いちいちね、ニキビごときでね、病院行くなよって思われるかもしれないんですけれども、前一回行った時に、なんか塗り薬とかなんか飲み薬とかいっぱいもらって、ひどくなったら来てくださいみたいなこと言われてたんで、まあしっかり言いつけを守ってね、病院に向かうわけですね。ここの病院ね、前来た時45分くらい待たされたんですよ。まあそんな病院少ない限界地域ってわけでもないんですけれども、まあ今回もね、暇なるだろうと思って、ね、早速ね、菊炭を召喚いたしました。ただね、僕来るのが早すぎたせいで、めちゃくちゃ進んでしまって、6日目までね、来てしまいました。菊炭が僕に追いついてないですね。はい、今ちょっと病院終わりました。で、処方箋っていうやつもらって、まあ、ちょっと今から薬局行かなくちゃいけない。別に杉薬局とかでも何でもいいんだけどね。それからね、ちょっと僕ちなみに大学生なんですけど、大学ってね、めちゃくちゃ始まるの早いんですよ。まあ、働いてる方の方が早いかもしれないけど、もう1月のね、4までが休みで、もう5からね、授業始まってるんで、今日もね、普通に授業はあるんですけれども、ちょっとね、別に家の中で受けなくてもいいからね、オンライン授業なんで。で、なんか今も入ってるからちょっと小窓を満たしながらね、授業が受けれるようなね、なんかカフェみたいな場所があればいいなというふうに思って、今ね、歩いてきたんですけれども、ちょっとね、発見しました。はい、ミスタードーナツがあったんでね、ここで勉強しようかなというふうに思っております。コーヒーがね、ずっと永遠に飲み放題だから、まあ、ここでちょっとコーヒー飲ませてもらおうかなというふうに思っているわけです。お待たせしました。カフェオレオールドファッションとオールドファッションとフレンチクルーラーある、ね、フレンチクルーラーと、はい、こちらが今日のね、僕の朝昼兼用ご飯ですね。カフェオレはね、おかわり自由です。で、ね、手前のオールドファッションっていうパサパサのドーナツは結構好きで、この奥のね、タイヤみたいなやつは、多分10年ぶりくらいに食べるのかな。ちょっとね、すごい楽しみです。久々にね、なんか食べたくなったんで、頼みました。で、懐かしい味だろうなと思って、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、思った以上に甘すぎてね、なんかちょっとしんどかったです。こんなんだったかなと思って、僕のちょっと今のお口にはね、合いませんでした。別にめちゃくちゃ不満そうな顔してますけど、まあ、別に普通に美味しいのは美味しいんですけど、ね、うん、で、これね、甘いのにカフェオレ頼んでしまったせいで、ちょっとね、甘さを打ち消せずにね、ちょっと今苦しんでおります。コーヒーにすればよかったかもしれない。そろそろ勉強しなあかんなと思ってパソコン開いたんですけど、永田敦彦のね、YouTube 大学を気づいたら見てましたね。こっちの方が全然普通の大学よりおもろいですね。専攻全然違うんですけど、僕は数学とかね、今からやらなくちゃいけないんですけど、まあ、国のね、歴史とか文化とか好きなんで、ね、見てしまいました。まあさすがに今から家帰って、ね、ちゃんとやろうと思います。はい、今お風呂入ってきました。でね、そろそろ授業をちゃんとやらなくちゃいけないっていうのは分かってるんですけれども、でも全くやる気が出ないんですよ。やる気ないだけだったらいいんですけど、なんかお腹痛くなってきたんですよ、さっきから。やりたくなさすぎてお腹痛くなったのか、それともちゃんとしたお腹痛なのかわかんないですけれども、とにかく今ね、お腹が痛いっていうことだけ、これ紛れもない事実なので。
ずっと原因不明の腹痛がね、治らなくて困ってるんですけど、まあでもね、大学ぼっちなんで、もう自力で、ね、解決するしかないということで、まあ、もうちょい頑張ろうかなというふうに思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。